スピラーリ計画で製造されたミグ -105。スピラーリはソビート連邦が計画した再利用可能な宇宙航空機の開発計画。これはソ連の宇宙計画のうち機動用有人スペースプレーンの製造計画が初めて具体的に形となったものである。元はアメリカの軍事宇宙計画の X-20 に対応するために考えられたものとされ、 軍事色の強い計画であった。初期段階でミグ -105 や BOR と呼ばれる実験機が作られたが、これらが宇宙機としての目標を達成することはなかった。その後、ソ連版、スペースシャトルとして知られるブラン計画の推進が決定され、スピラーリ計画は中止された。この計画はエポスとしても知られており、計画のリーダーとなったのはグレーブロジのロジンスキーだった。 計画は、X-20 の終了を2年後の1965年に始まり、1969年に中止されたものの、1974年のアメリカのスペースシャトルの情報が知られると、すぐさま復活した。テスト機となったミグ -105 は、初のアオンソク自由飛行試験を1976年に行い、AG フェストーバッツの操縦によって、 モスクワ近郊の古い航空基地から自力で離陸し、19マイル離れたズコブスキー航空試験センターに着陸した。飛行テストは1978年まで散発的に合計8回行われた。このテスト機は現存しており、モニの空軍博物館に展示されている。NASA のドライデン飛行研究センターで同時期に行われた有人リフティングボディ機の 研究になどにも影響を与えた可能性があるとされる。ソビエトの技術者はスピラーリの空中発射を考えており、この試案では超音速で航行する巨大な空中母機から宇宙機部と液体燃料ブースターを打ち上げる構想であった。空中母機はすでに開発されていた2-144や T-4 などの大型機の多くの設計技術を利用して スポレフ設計局が製造した。しかし、この構想は、設計段階までで実際に完成にまでは、至らなかった。大気圏突入時の高温への対応としては、ニオブモリブデンタングステン、ルネ41のような高温調合金をヒートシールドに利用するのではなく、再突入時の温度膨張を許容するために、個々の鉄板が、関節セラミックベアリングで吊り下げられている機構で、 防護する計画であり、ソ連技術者はこれをスケールプレートアーマーと称していた。このコンセプトを試すために数機の無人機動ロケットプレーンが製造され、打ち上げられた。また、リフティングボディ機として開発されており、また革新的な可変交代翼を採用していた。打ち上げと再突入の際、これらは60度の角度で機体の側部に畳み込まれ、 垂直安定翼として使われた。再突入後、青速に速度が下がった後、パイロットは電動駆動装置を稼働させ、翼を広げて、スペースプレーンとしての飛行性能を向上させた。スピラーリは着陸侵入に失敗した際のために動力着陸と回転軌道操作が可能になっていた。中央自家翼のもとに、単発のコレゾフターボジェットエンジンのための吸気口が、 存在し、もしもブースターの爆発や飛行中に危険が発生した場合のため乗員区画は機体のタブと隔絶されており、問題発生時には機体の残りの部分から分離してモジュール式脱出装置として従来のカプセル型宇宙船と同様パラシュートで地上に落下するよう設計されており、この動作は飛行中のいかなる地点であっても可能なように設計された。 スピラーリは主にファイロットの輸送を念頭に開発されており、X-20 やスペースシャトルのように、クルーの居住空間の後ろに小さい貨物区画を持っておらず、衛星や研究、観測機器、兵器類の輸送や、定員以上の乗務員の輸送は考えられていなかった。これは、 これぞフターボジェットエンジンやその燃料タンクの搭載のために余分な空間を必要としたためであった可能性がある。ソ連のスピラーリも米国のダイナソアも両方スキーによる着地形式で開発されたがソ連の技術者は可能性が高いとされたヒートシールドの破損への懸念を重視してスピラーリの着陸スキーは胴体上部の翼の付け根の側面ドアから展開される形式となっていた。 この変わった配置のために実験飛行で少なくとも一度はハードランディングを起こしたとされている。は、スピラーリ計画で使われたその他の宇宙機で実物大より小型の無人再突入試験機シリーズ。アメリカの類似するものには X-23 や ASSET が挙げられる。テストパイロットとなったゲルマン・チトフ1960年代の初期にスピラーリを飛行させる。 パイロットのための宇宙飛行士訓練グループが作られ、計画中に訓練が行われたが、最終的には解散した。参加していた有名なパイロットには2番目に宇宙に、行ったゲルマン・チトフや、エジー・ファスタ・ベッツがいる。スピラーリは、実際に発射台までたどり着くことはなかったが、設計は1980年代に、ウラガンというのの有人宇宙迎撃機の製造のために、 計画が再利用されたとされている。この機体は、ウクライナ製造のゼニットによって打ち上げられ、バンデンバーグ空軍基地から打ち上げられる軍事、スペースシャトル計画の迎撃及び破壊を試みる、ものであった。武装は、ある説によれば中体中ミサイルとされていた。機体がどれだけの時間宇宙空間に滞在できたかなどは知られていない。ソ連空軍の宇宙飛行士の数人が選ばれ、 操縦訓練が行われた。シャトルが迎撃、撃墜される可能性は当時アメリカ国防総省でかなりの物議を生んだ。また、この宇宙での戦闘の可能性はいくらかの芸術家や表現者の空想を刺激した。チャレンジャー事故の後、NASA と DOD が計画していたスペースシャトルの軍事利用は中止になり、これによってソ連もそれ以上の宇宙迎撃機計画を持つ必要は、 亡くなりソ連は、裏眼計画を中止したとされた。その後、ロシア将校はこれまで存在したとされる宇宙機の存在を否定し、主張された宇宙迎撃機の情報はすべてスペースシャトルの軍用計画を抱かせないために、アメリカ軍を警戒させることを目的にした、偽情報計画の一部であると発表した。現在まで製造されたとされる裏眼や関連機器の行方や、 その実在は確認されていない。実験的有人機動上航空機のロシア語の瀬当時、この発想は1960年代にアメリカで計画された A-12 と D-21 のや、1990年代に開発されていたとされるブラックスター、現在のスペースシップ2等に類似する。ありがとうございます。